全くメリットがない。それよりもデメリットが大きい。今みたいにショックドクドキン。それを利用して、利権を貪る連中。うん、こういう連中に貪られると、本当に国力がダウンしますからね。はい、皆さん、こんにちは。アメリカ会です。今日はですね、昨日、第2次補正予算案が閣議決定されました。それでですね、その昨日は、日本経済新聞の1面から、1面および3面から、まあ動画を取り上げたんですけども、その日本経済新聞の同じ1面に、私が特に注目してた記事が載ってました。で、今日はそれを取り上げたいと思います。先だって日本ぐらいだと思うんですけどね、日本ばかり動画上げたんですけども、学校の9月入学、どうするのかという問題です。でですね、この昨日の日本経済新聞の一面で、書いてあったんですけどもね、9月入学見送りへということになりました。でですね、まあ1面および3面なんですけどもね、まあ1面だけこうちょっとポーンと読むと、まあ政府与党ですね、自民党、そして公明党も9月入学についてはメリットを大きく上回るデメリットやコストが生じる、粗俗な導入に妥当性は認められないと結論付けたということです。ということで、まあ、主に3面から、読んでいきたいと思いますけども、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が残る教育現場や市町村などで混乱を懸念する声が多い。ということで、政府与党は早期導入を見送る方針だということです。具体的にはですね、今年と来年は見送るということです。もう見送るということです。だから今年来年、再来年以降どうなるかはちょっとまだわからないですけどもね。ただ、まだ混乱続いてんじゃないですか ?3年はかかるみたいですから、普通になるには。ということで、まあ、この記事読んでいきたいと思うんですけどもね。ですね、まず、両党、自民党と公明党ですね。両党が見送りに傾いたのは、学校関係者や市町村が慎重だったためだ。ということです。まあ具体的にはどういうことかというと、学校再開時の課題解決や第2波への体制づくりと並行して議論すべき内容ではないと。確かに。第2波の体制の方がずっと重要ですよ。公立小学校の校長が参加する全国連合小学校長会は14日、十分に時間をかけて検討すべきだと、の意見書を文科省に提出したということです。で、まあ、その他にもですね、自治体では、全国市長会が、全市区長に実施した、調査では、慎重反対派が8割に上ったと。まあ、全国町村会の調査でも、町村会長の8割が反対だったと。つまり、全国の自治体、まあ、市区町村レベルでは、まあ、反対が8割あったと。いうことですね。なるほど。と、まあ、そういうことで、まあ、反対は、そういうことなんですけども、反対というか慎重派ですね。で、この前向きの賛成派なんですけども、こんなこと言ってるんですよね。優秀な人材を求める経済界も支持したと。欧米と同じ秋入学になれば、学生は海外に留学しやすくなり、国際人材が育つ。海外から日本への留学生も増え、日本の競争力向上につながる期待があったと言ってるんですけども、ですね、この秋入学、9月入学になれば、学生は海外に留学しやすくなり、海外へ留学しやすくなりって言ったって、留学する人間なんて4月入学だろうか、9月入学だろうか、10月入学だろうが、行きますよ。留学だって、留学なんてその生半可なことじゃできませんよ、普通。お金もかかるし、時間もかかるし、親説得する場合だってあるでしょうし、生半可な気持ちじゃ留学なんてできませんよ。できませんよ。なんでね、その何月なんていうのは、あまり興味ないです。行けるかどうかなんですよ。本当にね、9月に、4月に卒業して、それで9月までまあ、4、5ヶ月あるよと。それでも行きたい人は行きますからね。実りの多い、留学生活を送りたいんであれば、その4月から9月の間、準備勉強を当てればいいだけの話なんでね。準備勉強を上げて、どんどん、例えばその留学先の語学をもっと習得するとか、そういうふうなことで、どんどん力をつけて、それで、まあ、よい、ドーンで行けばいいじゃないですか。行きますからね、そうして。だから何の問題ない。
何の問題ない。ええ、同じ秋入学になれば学生は海外に留学しやすくなり、国際人材が育つ。だから国際人材が育つかどうか分かりませんよ。ええ、実り大きくなるか分かんないですよ。その人自身の気持ちですから。時間がそんなに、大きく離れていれば、それだけ頑張ろうという気持ち湧くことだってありますからね、十分。で、あとここですね。海外から日本への留学も増え、日本の競争力向上につながる期待があったと。この海外から日本への留学生、だから優秀な留学生を呼び込みたい。そのためには期間をそういうふうに、9月入学に合わせればいいって言ってるんですけど、外国人留学生だって同じことですよ。日本に留学したい人なんてそんなに、4月だって来てるじゃないですか。ガンガン。時間はほとんど問題はありません。まあ、せいぜいあるとしたらお金と、あとその人のやる気ですよ。やる気です。モチベーションですよ。まあ、海外に、日本人が、まあ、海外に行く留学もそうですけども、特に留学生ですね。日本に来る海外留学生。まあ、日本のその技術とか、そういった日本の学力とか、そういうふうなものを自分に身につけたいから来るわけですよね。まあ、日本語とか、日本の文化とか、身につけたいから、興味があるから、来るわけですよね。つまり、魅力のあるその技術、魅力のある文化というものを日本は育てなければいけません。魅力のある技術、世界最先端の技術、これを留学生求めて日本に来ると、考えるんであれば、やはりですね、ここでですね、9月入学のその支持者というのは、100% ですね。もうほぼほぼ 100% ですね。日本の経済成長を、望まなければいけませんよ。今からこれ説明します。でですね、先だっての動画でも言ったんですけども、まあ今言ったように、まあ国際標準なんて合わせる必要ない。合わせる必要ない。っていうか国際標準ではありません、9月。私もちょっと調べましたけどね。特に中南米。中南米は、まあ、あと、小さい国で言えばガテマラは1月。コスタリカ2月。で、あとは、ペルーが3月。ブラジルも3月だったかな。アルゼンチンも3月。ということで、1月から3月で集中戦ですよ、中南米。ここは、国際標準ではないんですか？国際標準から、ラジ外なんですかね。留学する人がいないんですかね、ここ。違うでしょ。まあ、9月は確かに欧米9月多いですよ。だから、それがどうしたという話です。決して国際標準ではありません。てか国際標準何月だっていうのはないです。現に、今言ったように、つつかれると悪いと思って、書いてないです。この記事に書いてないです。推進派、賛成派のその理由として、国際標準に合わせて書いてないです。もうすでに、新聞には。わかりやすいですね。まあそういうことなんですけども、日本に来る留学生を、まあ取り込みたい。まあ4月だろうが、9月だろうが、もう何月だろうが、まあ、来て来たい人は来ますよ。日本に、外国人留学生、来たい人は来ますよ。それはなぜか日本に魅力があるから。で、その日本の技術を学びたい。日本の学力を、まあ、肌で感じたい。まあ、日本の文化を知りたいとか、そういうのはいろいろありますけどね。そういうふうなものには、やっぱり、経済成長させなければいけないんですよね。どういうことかというと、経済成長させるっていうことは、まあ、消費税を減税、まあ、消費税減税、もしくは廃止。で、経済、財政出動する。まあ、5000億、ガンガンする。でですね、今技術のことで言いましたけども、研究開発費が日本は確か18兆円ぐらいなんですよ、年間。アメリカや中国はもう60兆円弱なんですよ。もう約60兆円です。なんでね、この18兆円、どんどん国債発行していく。それで、どんどん、研究開発、お金を費やしていく。まあ、どんどん、まあ、それ以外にも公共事業とかいろいろ、まあ、費やすでしょう。そして、どんどん、まあ、消費税を廃止して財政、出動すれば、おのずと経済はアップしていきます。経済成長していきます。それでもうガンガンやって、それでインフレ率が高くなった、設定したインフレ率が高くなったところで、その、例えばその財政出動を抑えるとか、例えば新たな税率をアップするとか、そういうふうなことして、インフレ率を抑えることができますから、そうやって抑えればいい。でそれまでどんどん成長する。で、今はデフレなんで、これが非常にやりやすいんですよね。まさに MMT です。なんでね、この理由ですね。日本への留学生も増え、優秀な留学生を増やしたいんであれば、経済成長させるしかない。経済成長させるんであれば、消費税、減税もしくは廃止。まあ廃止でしょうね。今廃止。消費税 0%。で、財政支出。すなわち、緊縮財政に反対する人でなければいけません。9月入学賛成論者は。全員そうですか？
違うんだったらかなりの論理が勝ったんですよ。そういった風なめちゃくちゃな、なんていうかな、そういう、まあ、緊縮財政派でも9月入学、希望してるっていうのは、やっぱりこれはショックドクトリンなんですよね。今日本は国難です。第二次世界大戦以来、あるいはそれと同等の国難です。その国難に乗じて、それで、カジバ泥棒みたいな感じでスルスルってきて、利権を貪る、うん。それ以外考えられないですね。まあそういう人間か、あるいは、反、財政緊縮派か、消費税 0% 派か、の、まあ経済成長、肯定論者ですね。この二つ以外しかありえないです。9月入学、希望者は。本当に学生のこと考えてるんですかね。というように、まあ、とりあえず現場も混乱するし、留学するしないにしても、まあ、期間なんてもうほとんど関係ないし、国際基準でもない、9月入学は。ということがもう公になってしまったんでね、まあ、今年来年はやらないっては言ってますけども、これからやらないでいくんじゃないですか。全くメリットがない。それでもデメリットが大きい。今みたいにショックドクトリン。それを利用して、利権を貪る連中、こういう連中に貪られると本当に国力がダウンしますからね。実質賃金が上がらない。まあ経済成長もしなければ実質賃金も上がらなくなる。普通の、日本国民生活がどんどん苦しくなる。そういう可能性があります。なんでね、まあ一応この記事、で、まあ9月入学は見送りということに、なりました。ただね、まだそういう利権を貪りたい連中がね、まだゴロゴロいると思うんでね、本当に注意しなければいけませんね。で、こういったショックドクトリンは、今回、まあ、9月入学でしたけども、それ以外でもいろんなとこ出てくると思います。コロナ税だとかなんだかとか言って、そういった連中をもう監視しなければいけません。我々は、本当に目を光らせて、行きましょう。一瞬の隙を、もう一瞬の隙があれば、そいつらパッて入ってきますからね。まあそういった連中を徹底的に、潰していかなければいけません。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアの。